こんにちは、マサです。今日は旅行中に感じた絶望についてです。24日から27日まで別府温泉に行ったんですけど、ちょっとこれはないよなっていう出来事があったんです。それは飛行機の中で起こりました。私は羽田空港から大分空港まで JAL で行ったんです。 客室乗務員は4人いたんですけど、一人もマスクしてなかったんです。これは驚きました。一方で乗客の95%はマスクしてるんです。これに絶望しました。日本人は変わりたくないんだなって思いました。私はやっと飛行機の中でもマスクしなくていいんだって解放されたんですけど、 ほとんどの人はそう思ってないんですよ。管理された方が楽だって思ってるんです。それにゾッとしたわけです。そうなると中国みたいな管理社会にも反対しませんから、すんなり受け入れます。その究極が緊急事態条項です。飛行機の中で95%がマスクをしている状態だと、緊急事態条項も すんなり通ってしまうんじゃないかなって思うんです。だってね、こういう人は管理されたいんだから、管理をされた方が楽だって思ってるわけですから。そう、管理をされた方が自分で考えなくていいから楽だって思ってるんですよ。どこまで行っても他者依存なんです。だから騙されたりするんです。 人間は考える足であるってパスカルが言ってましたけど、人間だけが深く考えることができる動物なんです。それを放棄するっていうことは、すでに人間ではないんです。今後、人工知能、チャット GPT がすごく発達します。そうなると人間は、ますます考えなくなります。 その結末はわかりますよね。ますます管理しやすくなるっていうことです。マイクロソフトがチャット GPT 界隈のトップです。わかりますよね。私には繋がってるようにしか見えません。もちろん政府が国民の幸福のためにきちんとやってくれてればいいんですけど、ここ数年間見てるとそうではないんですよね。 だからゾッとすするわけですよ。コオロギを食べさせようとしたり増税したりあとは人口動態統計見てもゾッとしますよそれでもいいですよって言ってる人が飛行機の中の95%の人ですそういうことなんですよわかりましたかねということなんですけどもう一個ゾッとしたことがあるんです これはまた次回話します。では以上です。ご視聴ありがとうございました。